はい、こんにちは皆さん。今日はなんとですね、ナズー並木さんにお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、並木です。でですね、まあ並木さんのことは皆さんね、どちらかというとこうサッカー選手とか監督とかそういった人たちにこうスポットライトが当たりがちだと思いますけど、まあまさに並木さんとのご縁はですね、僕はもうものすごい長くて30年ぐらいになるんですね。一体何でしょう、並木さんは何をされてる方なんでしょうね。皆さん、はい、そうなんです。ですね、アスレティックトレーナー、まあトレーナーですよね、のもう日本のサッカーではレジェンドですよ。はい。で、並木さんはワールドカップ何回出ましたっけ？ワールドカップは3回。3回。はい。98年のフランスから、2006年のドイツまで。ドイツまで。2002年もちろんトルシエのワールドカップ、ジーコ監督の時3回、はい、でオリンピックは？オリンピックは、吉川と一緒に行ったアトランタから、その後シドニー、アテネ、北京、4回。4回ですよ。はい。誰よりも、まだ行ってるじゃん、まずこの間の。ああ、他にもアンダー20の、まあ、ワールドユースがワールドユース2回、マレーシアとナイジェリア。それ誰が監督の時？監督正国さん、山本正国さんと、はいはい、あとトルシエ。トルシエ、はい。世界大会2位になった時ね、ゴールデンエイジ。はあ、はあ、稲本とか。そうそう、その世代で。はいはいはい。であとアンダー17で2011年のメキシコと2013年の UAE のワールドカップ。2011年は南野と上田とか中村康介とか、はい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 、室谷聖とかその辺。ああ、なるほど、はい。だってこの間もそうだよね。この間は、ビーチサッカー。ビーチサッカー行きました、モスクワにね。はいはい。行った、まあ、ビーチサッカーに行くきっかけは本当はリゾート地に行けると思って、うん、立候補したんだけどこのコロナの関係で全然国内のキャンプは全部都内の立川だし、うんうん、でワールドカップもモスクワってことでビーチじゃないっていうまあでも結果良かったんでね、うん、はい、すごい良かったですよ。いい経験させてもらいました。だって誰もがね、あそこまで進むかどうか分かんないぐらいな感じでね。そうですね。で選手もほとんどプロじゃないので、うん、みんな仕事してて、うん、で正直サッカーだとこう荷物スタッフが持つのが当たり前なんだけど、うんうん、ビーチだとみんな社会人なので、うん、自分より年上の人に絶対荷物を持たせないぐらいの感じで、そういうところはね、なんかこうちょっと違う雰囲気を感じながらやってましたけど。面白かった。だって謎より全部年下でしょ。そうそう。でもチームの平均年齢33歳ぐらいなので、うん、だから普通のサッカーに10歳ぐらい上で、まあ、チーム今回最年長だったんでね。で早速なんですけど、ナズーにすっごい聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、まずじゃあ96年のアトランタオリンピックの時、はい、僕らの時、懐かしい、懐かしの、はい、ね、あの時の印象を聞かせてもらえますか。あの時何歳だったんですか。あの時は29歳ぐらい。あ、うん、ギリギリ、うんうん、髪の毛 もっとたくさんあったしね本当にそれはお互い様です、ね、で一番やっぱり違うのは今の選手と比べて、まあ、非常にやんちゃで、かといって自分の言いたいことはちゃんと言って、でやりたいこともはっきり言えるっていうところは今の選手とちょっと違う感じ。今の選手ってどういう感じなの。今の選手はやっぱりあまり言いたいことを言わなくて、どちらかというと我慢したりとか、うん、ちょっとこう たまってから言うタイプの選手の方が多いかなっていう印象は。正直さ、アトランタの時ってさ、めんどくさかった選手そう、最後のアトランタの本番の時はめんどくさくなってきたかもしれないね。みんな言うこと聞かなくなってきたからね。あ、うん、大変だったから。最後オフィシャルの JOC の服着て帰らないってね、キャプテンが言い出したから、それ説得するの大変だったな前園君ね全然覚えてない。そんなことあったっけ。あったあったあった。へ
ゾロに説得して、うん、で来てったの結局。結局来てった。へー。いやでもナズーさ、だってもう立ち上げの最初からずっとじゃん。それこそ、うん、もっと言ったらユースの、そうだね、うん、ね、頃からだから、そうそうそう、西野さんと山本雅邦さんのそこの体制、うん、アンダー18から始まって、うん、でその時の選手でアトランタまで残ったのが、うん、まあ、川口義勝と、うん、あとジョーと、うん、ジョーミチル、つまんない、つまんない、よく言うじゃんそうやってジョーミチル分かるでしょ、もうそういうあとテル、伊藤テル、テルね、テルぐらいかな俺らの、あとハットハットね、ジビロ、はいはい、シライもいるじゃん、シライは本大会行ったでしょ、あ、行ったっけ、行ったよ、そんなこと言っていけねえな、かわいそう、シライ昨日喋ったけどね、シライ行ったね、行った、うん、そうそう、そのぐらいで、あ、そう、ジンガの最後ちょっとね外れちゃったんだね、そう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 、そういうことがあった、まあそこから始まって、だんだんちょうど19のアジアの最終予選で、うん、当時アジア2枠しかそのまだワールドユースっていう、その出れなくて、それで、準決で韓国と試合をして、うん、その時の韓国のフォワードがその後ワールドカップ予選でも戦うイ・チョンスという、うんうん、あのジェクとかでやってた、うん、彼がすごい活躍して、チェヨンスね、あ、そう、イチョンスじゃない、チェヨンス、チェヨンス、チェヨンス、イチョンス、イチョンスは誰だっけ、なんかいたよね、イグノーとかいろいろ、そう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 、それでチェヨンス、それで彼にやられて、うん、最後出れなくて、結局アジアでは3位だったんだけど、うん、その時の最後のこうチーム解散する時のミーティングで、うん、まあ、西野さんが、俺が次オリンピック代表の監督になるか分かんないけど、君らはね、まあ、アトランタの世代だから、うん、必ずアトランタオリンピック取り終わり4年間頑張れみたいな話になって、うん、したらそれがそのままそのチームになっていったっていう感じ、うんうん、だって俺吉勝にあのゴールキーパー あの論文作成するのにインタビューした時に、うん、あいつのその転機のになったのがやっぱりその韓国に敗れたところ、もともとあいつもセカンドキーパー塚本さんが ね、そうそうそう、やっててチャンス得てっていう、チャンス得てね、そうそう言ってた、じゃあそれでアトランタにこうなってってなってって、で、まあ、途中いろんな選手のこう入れ替えがあって、最初確か上海 J リーグが本当開幕の時、ベルディマリノス戦の時には私たちは上海にいて、ダンダー20ので東アジア大会っていうのに出てたのかな、そうそうそう、でその辺りからこう松並とか入ってきて、で松並もね、あの最後の最後で半月満でねあれだったけど、結構こういろんな選手がこう入ってきて、はい、だからナズーはだからもう J リーグが始まる前の本当に俺ら世代の、まあ、こう高校生の時からだもんね、そうだな、吉川と初めて会ったのはあの SBS のじゃあ俺から言わせてナズーめちゃくちゃ悪そうな人いるなと思ったんだよね俺この人悪いだろうなと思ったらトレーナーじゃん、ナズーじゃん吉川も本当悪そうな雰囲気出してたからねなんだあの静岡県政のごっつい怖そうなのはなぁなんて思ってで俺さ西野さんにさ今でもはっきり言われたの覚えてるのはさ、お前は悪いから入れないと、ね、であの当時大柴くんがいてそうだ、ね、2人いたらもうチームが壊れると、だからお前は入れないっていうふうに言われて、確かにそう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 、懐かしいね、懐かしい、いやそんなところからまず今こう現在に至るんだけど、じゃあ当時のさあ の,、うん、あの話してよ、めちゃくちゃ面白いオリンピック の,、うん、あのドクターって言ってそうだね、あのねこの話超笑える、あのドクターが柳田先生という、柳田先生、その後ガンバのドクターになられた先生で、西野だって、ね、一緒にやって、はいはい、まあ、柳田先生は選手の人気者で、いつもこう、ね、関西系の人なんで、そうそう、こうまあ、ほぼ外すギャグばっかりしか言わなかったけど、そう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 、で試合になると、ね、こう入り込んじゃって、あのもう目の前でベンチで、あのベンチの目の前で選手が消されると、こらーっと関西弁で外人の選手に突っ込んでいくっていう、なんかそういう人だったんだけどあのなんだっけな、もう広中が、うん、あの
確かサウジ戦の時かな、バーンって倒れて、普通2回転ぐらいしかしないのに5、6回転してるから絶対大丈夫だろうと思って、ヒロナがそういうやつだからね、ヒロー、ヒロとかってもうドクターがずーっと言ってたけど、先生全治10秒だから大丈夫だとかっつって、それからもうドクターやらせろこいつとかで西田さんに怒られちゃって、うーっと飛び込んだってね、それであと吉勝がなんかバーンってぶつかって、で吉川さん大丈夫かって俺に最初 OK ってやったんだけど、その後先生しつこく聞いてるから、吉川さん、吉川さんったらうっせえ黙ってるもんやろとかってとかって怒られちゃってなんで俺怒られるんやろなみたいなあとはね、もう一個一番面白かったのはオリンピックで一次予選のタイの時にそうそれぐらいタイでやった時にゴール前でジョーが相手選手コートバーンってやられてそのままズドンと落ちて脳震盪みたいになっちゃってまあ今だからあの時本当だったらやらせなくてやらせちゃまずいような感じだったんだけど、だからもう先生がジョーとかって体揺すっちゃって先生脳震盪ってしてるかもしれない揺すっちゃダメですよとかって「ナミキ医者呼べ!」とかってあんた医者じゃないですかみたいな医者じゃねえかってねみんな周りの選手笑ってたっていうねああもう最高だったね、本当面白かったね、本当にもうね、仲良すぎてもう俺らもあの柳田ドクターなんだけど、ヒロミって言ってたからね、言ってたね、ヒロミヒロミ俺は言えなかったけど、あでも素晴らしいね、素晴らしいドクター、すげえ、やっぱさアトランタの時思うとね、やっぱりナズーもそうだし、テラちゃんね、はい、今アディダスのテラちゃんもそうだし、もうチャマもそうだし、はい、大津さんね、柏レイソル、で柳田ドクター、はい、スーさん、須藤さん、あと湯川大先生、湯川大先生、今 JFA の事務総長ね、そうだよね、でスーさんがなんだっけ、スーさん偉いんだよね、スーさんあの育成部長列のすごいよね、みんなねすごい、いやでもあの人たちがナズーたちがそうやってやっぱさ選手だけじゃなくてそういうスタッフの人たちなんかも、本当こう世界を目指すんだっていう意識でやれたってのは大きいよね。そうだね、本当にね。だって山本さんとか西野さんに言われるんじゃなくて普段から言われたからさ、ナズーとか。あまあまあ、俺たちも行きたかったからね。サッカーやってないのに、俺なんかね。ナズーなんてさ、俺らにやたら言うくせにさ、すげえなと思って、何やってたのって言ったら野球だもんね。野球。野球とサッカーでも全然文化違うからびっくりしちゃったけど、あの初めてね、あのサッカー協会の仕事したのは監督が永井義和さんで、はいはいはい、でアンダー19ユース代表、アジアの最終予選に突然行けと会社から言われて、でキャプテン藤田俊也、筑波大1年生その時だ、七海が高校3年生清翔、あと大岩剛とか、あと奈良橋とかいろんな人いて、あのこの間の、東京五輪 あのパラ五輪の、バスケの監督やってた京谷も、ああ京谷さんね、選手でいて、はい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 、結構濃いメンバーでいたんだけど、あの時に七海がトシヤのこと先輩なのにトシヤって普通に言ってるのにびっくりして野球部だったらボコボコだよこれとかって思いながら、かといってみんなサッカーの練習になったらもうすごいみんな関係なくやるし、かといって普段も優しくやってるから、いやサッカー面白いなって、文化がみんな普通にこう頑張ってるから、まあそれ静岡だけなのかな、ちょっと分かんないけど、今だいぶねもう変わったけど、静岡、当時の静岡はそうだね、特に清翔はそんな感じだったね。ああなるほど、まあ東海もちょっとあったけど、いやでも野球とサッカー違うよね、そうしたら、ね、そういうちょっとこう雰囲気はね、はい、ちょっと違うけど、なるほど、じゃあちょっとですね、次は、はい、あのフランスワールドカップのことについて話してもらいたい。チャンネル登録お願いします。